会社208なんですけれど、はい、見れよ。ここ多分飛び石とかになっちゃって、あ、なので錆びたりしてる部分が結構あって、で、まあ、ある程度こう、例えばコーティングとかしようとかいう前に、ちょっとこのサビの処理をしたいなと思います。今これですね、フォルツのサビチェンジャー。これを使って処理しましょう。マジでこれぐらいでいいと思います、これに関しては。じゃあ塗ります。これ黒くなってくれるんだけど、どうなんでしょうね、うん、でも本当こういうことやるもんな、うん、俺もね初めてやるのなんても。本当にいいんじゃないですか、上手にできてると思いますけど、細かくあとは見る。塗れました。これでだいたい完全乾燥の8時間ぐらいみたいなんで、まあ、今日はこれで置いときましょう。塗ってから数日経ちましたけど、ちゃんと黒くなりましたね。新たな箇所見てきちゃいましたけど、まあ、とりあえずこんな感じで応急処置できました。